また次の放送も頑張るからね。初めての人は3点とかなんかツイッターフォローしてくれよな。あの丘の向こうに僕らの夏がある。変わらないもの、美しいもの、すべてそこにある。太陽の行方をひまわりが追いかける。風の音さえ聞こえないほど僕らは見つめ合う。心と心を重ねて光の雫で満たして、手と手は固く結奇跡が生まれる。